田園が広がる里山を SL が走り抜ける遠野市には日本の原風景が残ります。遠野ふるさと村は江戸中期から明治中期にかけて作られたかやぶき屋根の南部曲がり屋を移築保存しています。水車や田畑があるのどかな農村の風景は遠野の昔ながらの集落を再現、どこか懐かしい感覚に浸れる場所です。澄んだ水が流れ茂みに覆われた河童淵はその昔多くの河童が住み着き人々を驚かせていたという伝説が残っています。水辺には河童の神を祀った小さな祠が立ち、母親が母乳の出が良くなるよう願をかけると願いが叶うとされています。日本三大湯治の一つ南部湯治、花巻市石鳥屋にある道の駅石鳥屋には酒蔵をイメージした建物が並びます。併設する南部湯治伝承館では映画やミニチュアで湯治の歴史や酒造りを学べます。地元の特別純米酒を使用した酒アイスはほんのりとしたお酒の香りで人気です。宮沢賢治ゆかりの地、花巻市越王山にある宮沢賢治記念館は多彩なジャンルに及ぶ宮沢賢治の世界を視覚的に展示しています。賢治の心象や作品に触れ、イーハトーブの世界を感じ取ることができます。宮沢賢治記念館南側にあるポランの広場には賢治が設計したものの実現しなかった難舎花壇と日時計花壇が再現されています。宮沢賢治童話村は賢治の童話の世界で楽しく遊べる施設です。宮沢賢治の人となりや作品、軌跡を肌身に感じることができます。和賀川の清流に沿って旅館が立ち並ぶ湯本温泉、かつて正岡子規が湯宿した名湯として知られています。夕食は山里ならではの季節の食材を使った懐石料理を楽しめます。中でもコラーゲンたっぷりのすっぽん鍋は肉の臭みがなくきめ細かい舌触り、締めにいただく雑炊もだしと卵の風味が絶妙に絡み合った一品です。ふるさとの情景が大切に保存されている県南エリア、宮沢賢治ゆかりの地を巡り上質な温泉に癒される岩手の旅にどうぞお出かけください。